さあ、時刻はお昼の2時30分を回りました。FM 講座をお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は、めぐみ館のフリーライフをお届けいたします。お相手は、めぐみ館こと、池城めぐみです。今日も30分 <laughs>。3時までの30分間、どうぞお付き合いください。5月26日、最後の、5月最後の木曜日となりました。 早いですね。さあ、沖縄市上空なんですけれども、青空は見えてきましたね、なんと。沖縄市上空、なんか雲の隙間にね、青空が見えて、結構風が強いのか、雲の流れが早く感じますが、どうなんでしょう。今日の天気は見てみましょうか。今日の天気は、 あやっぱ日中最高30度ですね。やっぱり暑いんだね。で、降水確率もね、結構午後、夕方、もうこの後ね、ずっと雨は降る、あれもないからね、晴れのち曇りという、あん曇りのち晴れということで。まあ、あとは多分晴れるんでしょうね。えー、っと、西の風。 うーん。あ、後、北の風だから、じゃあ午後は割と過ごしやすくなるのかなって言ったそばからすごい太陽の日差しが差し込んできました。そういう沖縄市中央パーカーベニュー入り口になります。FM コ座のスタジオから10分生放送していきますけれども。今日のテーマですけれども、早速。 もうこの話をせずにはいられない私ですが、<laughs> とか言ってそうですね、まあ、先週のね、放送を聞いてくれていた皆さんには、もう、チュンジュク言いましたけれども、あ、曲間違えた。そうですね、先週のね、放送では、今週末の日曜日にね、とか言って、福岡に行ってねっていう話を。 したんですよ。で、何をしに行ったかって言ったら、まあね、私がこよなく愛するバンド、バンプオブチキンのライブを見に行くためというふうにお話をしました。そして、来週のこの時間でライブどうだったよっていう話をしますと言いました。 なので、テーマも何もありません。今日は、私の、バンプのライブについての話を30分したいと思います。<laughs> とんだ、とんだ自己満々、ま、自己満なテレ、えー、テレビって、自己満なラジオです。自己満ラジオですよ。<laughs> はい。まあそういう、 感じで3時までお届けしますけれども、はい、えー、興味があったら <laughs> 聞いてってください。<laughs> まあ、何でもメッセージのテーマは別に何でも構いません。あの、今週何かあったよとか、こんなの食べたよとか、そういうのでも大丈夫です。何でもいいです。メッセージの宛先から言いましょう。メールアドレスは、 トマーク f m g o z a j p トマーク f m k o z a j p までファックスも久しぶりに行っとこうかなファックスは098-934-8653098-934-8653番ですっていう感じで皆さんからのメッセージを受け付けてますけれども FM 小座ではツイキャスとユーストリームでもネットで生配信してますので、えっとね、ツイキャスユーストリームのアプリとか持ってるよっていう方はぜひぜひ FM 小座と、えー、検索して見てみてくださいコメントもどんどんお待ちしておりますそれでは 今日の1曲目をいきたいんですけどどうしようかなやっぱり、うん、このね新しいアルバムのメインの曲をかけようと思ったんですけどうん 私がやっぱり個人的にかけたたいいい曲をかけたいと思いますそれでは今日のオープニングナンバーこのね新しいアルバム「バタフライズ」っていうバンポーブ・チキンの、えっと、アルバムなんですけどそのね1曲目に入っている曲をおかけしたいと思います。 それではオープニングナンバーいきましょう。バンプ・オブ・チキンでゴー さあ、時刻は2時43分です。お送りしているこの番組は、めぐみかんのフリーライフ2です。お相手は、めぐみかんこと池けめぐみです。残りあと15分ぐらいですかね。10分ぐらいですかね。はい。えー、最後までお付き合いいただきたいと思います。さあ、今日のね、今かかってる曲なんですけれども、えっ、ー、とね、 早見いするもさんんのリクエストなんですよ私がね、バンプのライブ行ってきたっていうから、バンプの曲をリクエストしてくれています。実はね、この曲は、これ言っていいのかなライブの時のね、1曲目でした。はい。なので、ちょっと今思い出そうかな。ライブのね、この始まった時の様,様子じゃない、雰囲気っていうのを あの時のことをちょっと思い出しながら、テンションを上げながら喋ってます。<laughs> ということで、早めあやする猛虎会さんのメールを読んでいきたいと思います。えっと、かわいい名具、めぐみ感、フリーライフのお聞きのリスナーさん、こんにちはめぐです。テーマ、めぐのバンポーブチキンの興奮度はいつの間にそんなテーマにしたっけ ん言ったかなそういうこと。うん。俺の予想はね、ヤフオクドームがファンがジャンプ、んヤフオクドームが、ファンがジャンプしまくって、タオル振りまくって、隣のファンとタオルが絡み合って、回せなくなった。以上だ。で、リクエスト。ハローワールド。かけてます。ありがとうございます。えっとね、ジャンプしまくってるのは、 あるんだけどタオルは回しません。<laughs> 残念。<laughs> 興奮度はっていうぐらいだからなんか何パーセントみたいな感じで来るのかなと思ったらこういう行動でねあの表すということですか。はいはいはい。でもまあ残念ながらえっ、ー、とタオルは回してませんでした。ただね腕を上げて。 何ていうのかなああいうのって。why, why, why? みたいな感じのやつがあるじゃない。あんな感じです。ずっと。ひたすらあれです。それか、その、手ふこうなってやってるか、あとは手を左右に揺らすっていうの振るみたいなのをみんなでやる。 ぐらいかなでだからもう基本腕は上げてるんですよね <laughs> そうそうそう,そうでえっ、ー、とツイキャスもちょくちょくが来ているんだけれどもうんうんまあそうですねはいはい、まあ、どんな感じやってみてって言われたんですけど <laughs> うんここでやるのもちょっと恥ずかしいかな <laughs> まあ今ちょっとやったんだけどね <laughs> 手ったりとかは、うんうん、でまずじゃあライブの話からしていいですかライブの話からしていいですかまず寝言った <laughs> <laughs> まずねまずねこの旅行このライブライブ旅行記をまず聞いてくださいよ私のこの話をしたくて一週この今 この,この30分にかけてるんで聞いてくださいよろしくお願いします <laughs> まずねえー、っとねもう飛行機乗るところから始めるよもう <laughs> 飛行機乗ってでほ本当に朝一だからさ七時朝の7時10分日曜日の去った日曜日のえー、っとね朝の7時10分発のなので、まあ、5時ぐらいに出ては家出てね 出発して、家出発して、それから空港に着いて、で、ご飯食べて、で、飛行機乗って、で、1時間半ぐらいかな。2時間はかからなかったと思うんだ。多分1時間半ぐらいでしょうね。もう飛行機の中ずっと寝てたんだけど、もうどうなってたかも全く覚えてない。空港、あ飛行機の中がね。 で、えー、と8時半ぐらいかな9時前ぐらいに福岡空港に着きましてでそこからまずまず地下鉄の乗り場はどこだと <laughs> まずホテルに行きたかったからホテルに荷物を置かないといけないからそこのホテル空港からホテルまでの駅を駅で 地下鉄に乗っていくんだけどその地下鉄の入り口が分からなくてうろ,うろ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 回ってたのよ。それで回ってようやく見つけてで地下鉄に乗ってでえー、っとね自分たちが泊まってた駅あ泊まってたホテルの近くの駅がうーんと大堀公園っていう駅でね でそこに行って、やっぱりすごいね、やっぱりさ、沖縄の人って、沖縄に電車がないじゃないバスしかないじゃない公共機関って、まあ、モノレールもあるけど、モノレールもあるけど、走ってるところがね、限られてるから、普通の人ってあんまり使わないんだけど。だって、向こうに行ったら、何でも電車でしょ地下鉄電車って。 いやーすごいなあと思って、改めて、何回か言ってるけど、やっぱりなんか、すごいなあと思って。<laughs> そう、やっぱ、うん。<laughs> 何の具体性もない。まあいいや。それで、地下鉄乗って、で、ホテルに向かって、で、荷物を置いて、で、すぐ、 物販並ぶためにライブ会場に行って、まあ、隣駅だったからね会場の駅は隣駅で,ですぐ着いてでもうねこのライブ会場の最寄り駅地下鉄だけど駅を降りた瞬間からもうみんな同じ格好なの。まあ、つまりは みんなライブに行く人なのよほらライブ行く時ってそのライブ T シャツ、まあ、以前のね以前のライブの T シャツとかタオルとかキャップとかっていうのを身にまとっていくわけでしょもうみんながそれなのよまあそのいつのライブかっていうのはまた別みんなそれはバラバラではあるんだけどもうファンだったらみんなわかるみんなライブに行く人だなっていうのが見てうわー っていう感じの中でゾロ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 ともうライブ会場までみんなで大行列よ。愛図しなくても大行列でこの会場までの道のりがねもう全てバンプのライブのエクストだテで埋め尽くされて今すごいあんた毎回見るけどねあれすごい光景ですよね面白い。でももまたそれもさ テンションをテンションが上がる要因の一つよね。やっぱりライブがあるんだっていうみんなライブ一緒に行くんだみたいなねそういうのがあってそれも楽しみでみんなで行ってねで物販並んで欲しいの買ってねでもう本当にグッズがいっぱいあるのよあるんだけど やっぱり財布と相談しないといけないからいろいろね、まあ、これと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 、まあ、先週ケースた方はちょっと覚えてるかな T シャツでしょリストバンドでしょキャップでしょタオルかなこの4つは必ず買わないとライブに参加できないんですよあ別にできないわけじゃないんだけど参加するならこれは買っとけって感じのものですでこの まあ、最低4点を買いまして。で、それから、なんかね、フォト、フォトブースっていうのがあってね。このバンプの新しいアルバムの、このジャケットがモチーフになってる、なんていうのかな、パネルみたいなのがあって、おっきい。で、そこの前にファンの人たちが記念撮影してるの。で、そのフォト,フォトブースで撮る、写真撮るっていうのもまた並んで、 どれくらい並んだかなぜ全部で2時間ぐらい並んだかなまあ2時間ぐらいでとなら並んでできるんだったら早い方だとは思うからいいんだけどねでも暑かった福岡すんごい暑くてねもうすごかった暑かったでも沖縄みたいに湿気があるわけじゃないから風もね結構北の風かなちょっとひんやりしてて過ごしやすかったんですけど でも雨降ってなく,雨降らなくてよかったなと思いますけどね。うんうん。それで、まあ、無事、フォトブースも済ませ。で、やることやって。じゃあ、荷物をまたホテルに戻そうと思って。で、ホテルに行って、荷物置いて。で、時間になって、またライブ会場に行って。もうね、ヤフオクドームの広さ広さ。 びっっくりすするねあれは初めて行ったんですけどもうすごかった初めて見るああいう広さはもう全席指定でね全部 S だったんですけどもうねこのバンドのね真ん前真ん中だったのちょっと距離はあるんだけどいやーもうちょっと時間もないからちょっと変えつまみますけどこれから。 もうねライブが始まった時ね、もうみんなの熱気がすごいのよ、また。うわーみたいな、みんな叫んでるみたいな。感動だよね、もうライブもさ、ライブも始まってもさ、もういちいちみんなかっこいいわけ、4人とも。もう、ね、もう言葉にならないな。<laughs> もう本当に、ね、しゃべる一言一言がすごい心に響いてねライブの詳細はちょっと言えないからあんまり言えないんだけど本当にねこの演出とかもすごいかっこよかった歌声もねこれかこれだよこれみたいな感じですごい感動して最高な2時間かな2時間半でしたまた。 次があったら行きたいなってやばいあと10秒しかない <laughs> ということで今日はワンプのライブ旅行記を伝えましたまた来週お耳にかかりたいと思いますさようなら <laughs> ひどいわこれは 何,も何を伝えたかもわからないひどい放送となってしまいました。